からげもぐどうもあきでーす。本日はですね、さあ今日はねヒーローモード全クリしていきたいんですけれども、あっきラスボスも倒したし、このね隠しステージもやったじゃんっていう方多いと思うんですけれども、ヒーローモードってまだまだ全然全クリしてなくて、全然全クリ君の全然全世から僕は、このマップの左に調査完了って書いてあると思うんだけれども、これを全部調査完了にするとなんかね、とあるものが手に入ったり、とあることができるようになるらしいので、あんまりそれあんま知らんのやけど、それをね今日はね見たいなと思って、なんかこの緑の場所に小ジャケがさ、こうやって投げるとさ見つけてくれる、なんかポン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 みたいな感じのなんかアイテムあるじゃん。てか何ホタル3号のおかげでオルタナの調査めっちゃ進んでば、サンキュー1号とあったし1作ったからあげるね。え、なんかもらったんだけど、なにこれ、え、なんかもらった、多分今の地図を全部集めると何かが起こるらしいってことは、やっぱこれ全部調査完了にしないといけないんだね。じゃあまずは3からやっていきたいと思います。でちなみになんですけど、マップ見た時に結構黒くなってるところとかあると思うんですよ。そこはなんかフォートナイトのさラウンドマークみたいに一回行かなきゃいけないみたいな感じなんよ。で行かなくてもこれ塗るでもいいんだけど、塗る方が楽だから塗りでもいいんだけど、それはもうあらかじめプライベートでやってきました。なので今日はちょっとね小ジャケちゃんにアイテムを探してもらうみたいな感じで、こうやってねマップを見つつ、どこにあるんだろうみたいな感じでこう小ジャケちゃん、あ、見つけてくれた、これで行ったところをこうやって撃つとあるみたいな、これをなんかもう全部のやつをやらなきゃいけないっていう。で探してる間暇なんで、ちょっとねトークガチャっていうのを持ってきまして、なんかこうガチャガチャみたいな感じでね、トークテーマが出てくるやつみたいなやつがあるんで、ちょっとプチ質問コーナーみたいな感じでやりつつ探していきたいと思います。最初のガチャガチャはこちら、お誕生日に欲しいもの。お誕生日に欲しいものか、なんかあるかな。でもねやっぱりね、なんかなんだろうな、俺はねなんかもうそのご飯行こうとか、その会ってくれたりするその時間が結構嬉しいかもしれない。なんかその物欲しいとかじゃなくて、会ってくれたり、なんか金で買えないものっていうのはやっぱ嬉しいなーって思ったりもするな。まあ、それかそれか、美味しいご飯でご飯やん結局美味しいもの食べたい、これが正直一番嬉しいかもしれないけど、ちゃんと物でね質問来てるんで、物でちゃんと言わなきゃいけないんだったら、もうね普段絶対に買わないだろうみたいな、もう絶対何これみたいなやつ結構欲しいな。飾りたい、なんか飾ったりできるようなものだとめっちゃ嬉しいかもしれないな。嬉しいな、飾る系結構ね、飾るスペースみたいなあるんよ。お、地図ゲットした。い、なにこれ、あ、緑色の場所なくなったね。こんな感じでやるんよ全ステージ、マジで大変でしょ。これ小ジャケ食いなかったらもう無理よこれ、マジで小ジャケ本当にお前は美味しそう。じゃあ次のガチャ行きたいと思います。ポチ、ハメを外すってことある？あ、もうめちゃくちゃあるよ。てかハメ外さないとさやってけなくない普段。おお、すげえ、俺がたまたま投げた場所にあったんだけど。え、ないじゃん。え、なんかアピールしてる。え、ちょ、え、小ジャケさん何もないよ。え、小ジャケ何もないよそこ。え、あったあったあった、目の前ね、ごめんね、俺が悪かった、ごめんなさい。自分が亡くなった後周りの人にどんな人だったと思われたいですか。あ、なんか急に深い質問が来たぞ。自分が亡くなった後に周りの人にどんな、なんかこの人にいろいろ救われたなみたいな感じでみんなに思ってもらえると嬉しいな。なんか元気な人だったなとか、なんか寂しいとか、そんな感じで思ってもらえたらいいな。あんま考えたことなかったけど、悲しんでもらえるぐらいね大切な人であり続けたいな、みんなの。やっぱさねえ、毎日実況と感じで結構出したりしてるけれども、やっぱりこの動画が出なくなった時になんか、あ、そういえばアッキーいたなってなるのか、え、出てない、やっぱアッキーいないと寂しいなみたいな感じになるのかね、どっちなんだろうみたいな、みんなのね生活の一部になりたいです。ねえ小ジャケくん、待ち合わせ場所で人を待つ時の工夫を教えてください。工夫？待ち合わせ場所、なんだろうね。なんか俺マジで人待てるから、なんか近くのなんかカフェとか、なんかカラオケ行っちゃうとか、もうむしろ待ち時間が楽しくなって別にいつ来てもいいよみたいになっちゃうんだけど俺っていうのもあるし、逆に暇だからこういう普段行かないとこ入ってみようみたいになるわけじゃん。一
人を待ってる時間って結構さ暇な時間なわけじゃん。そうだからね、俺はね、そう結構好きでね、むしろなんかそういう機会好きぐらいのレベルだね。でもね、人によってはね、あんまり待つこと好きじゃない人とかもいると思うから。そうだね、まあちょっと人によってかもしれんけど、俺はもうね、マジでもうそういう時に行きたいとこに行く、もう考えとく常日頃から。てかないんだけど、どこにあんだよ。え、これで終わりじゃない？あ、終わった、調査完了終わった。え、ラストなんだけど。あ、でもここバカ多いんだけど。だるー。貯金は最低このくらいあると生活の安心という基準を教えてください。どんなもんだろうね。まあとりあえず 2,3 年住めるぐらいのね、家賃が 2,3 年払えるぐらいのなんか貯金ぐらいはないとね、急になんか仕事がなくなりましたみたいな時にもうすぐ出てかなきゃいけないみたいになっちゃうから、それはやだよね。なんか次の仕事決められるみたいなぐらいのやつはないとちょっと不安だったりするよね、絶対。だから貯金は大切。こじゃけ！何度言っても遅刻してくるアホの遅刻癖を直す方法を教えてほしい。アホ言うとるやん。いやでもその仲いいからこそ多分アホって言えるわけじゃん。あのね、それを許せる仲になることかな。うん、やっぱ友達って何か嫌なとこがあっても何かいいところがあるから許せてるみたいなところがあると思うのよ。まあね、全部全てがもう何も非がないですみたいな人もいるのかもしんないけど、まあこいつのこういうとこ嫌だけどこういうとこがあるからいいなみたいな、それがね、遅刻より勝ってると思うんだよね、その友達は。だから、自分がね、そのね、カリカリせず、まあ、本当に大事な日は、今日だけは遅刻してこないでとか言ったりとか、逆に、待ち合わせの、何分前とかに自分が連絡するとかしてる、俺は。もうね、11時から待ち合わせしたんだったら、10時45分とかに送ったりとかしてる、俺は。うん。そしたらね、もう、ね、あれ、もうなんか、何も感じなくなってくるよ、どんどん。ああ、まあ、遅刻してるけど、まあ、この時間にしたから、みたいな。早く着いてね。ね、早いじゃん、みたいなこと言われると、てめえってなるけど、そうじゃないと思うからね。結構これ改善策だと思うな。ちょっとね、もしあれだったら、ね、早く時間を言ったりとか、まあ遅刻はね、良くないことではあるんだけれども、まあ、やっぱり早く時間言うことと、やばい！うわぁ！危ねえ！早く時間言うことと、なんだっけ？もうそれ以外のいいところをたくさん見る。ね、それでね、あなたの人生は最高に、もうね、そんな、ね、多分ね、待ち合わせしてるってことはこれから何かがあると思うんだけれどもね。でもね、それでね、なんかその後気分悪くなるのもあれなんで、もうね、そんなの気にしないんでね、飯をおごってもらいましょう。その後は。その後、飯をおごってもらおう。さあ、マジで飯をおごってね、ぐらいのね、感じで行きましょう。うん、美味しいもの食ってみ？むしろ遅刻してくれぐらいの感情になると思います。それでいい。まあ今のが改善策ですかね。あ、ここにあんの？あ、どこ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 ここにあるの、ありがとうね。さあ、話してたらもうラストの方だね。小酒くん、どこにあるか教えて。でも多分だけど、この辺に絶対ある。分かってきた、大体。もう大体どういうところにあるのか分かってきたもん。待って、あと少しだよ。あと少し、あと少し。マジでさ、ヒーローモードさ、終わったら何が起きるんだろう。かわいい。さあ、これで。まだ調査済みじゃないだと？なんでなんでなんで？うわ、マジかよ、ここにさ、ちょっとだけ塗ってない場所あったわ。ここ塗ったらもう、クリアだよ、これ。多分調査完了になります。なったー。これで何が起こるのか。サンゴのおかげで俺と南調査めっちゃ進んだわ。サンキュー、1号とあったし地図作ったからあげるね。で、これで地図が全部揃うんだよね。携帯で、お、オルタナ探索率 100% になったよ。で、この携帯でオルタナ探索率 100% 特典っていうのがあって、これね、ダウンロードできるんですよ。で、このダウンロードしたやつがこちら。可愛くない？ここに俺も入りたいんだけど。で、探索率 100% になるとですね、なんと武器を作ってるあいつのなんかとあるものができて、なんかとあることができるみたいなんで、それをちょっと見に行ってみましょう。さあ、ヒーローモードのところ帰ってきて、あったあったあった、見てみんなこれ。
武吉ドローンというものです。すごくないこれ、武吉ドローン。ちゃんと武吉のなんか形したドローン。あいつ武器とかだけじゃなくドローンまで作れるんだね。でも自分をモチーフにしたドローンなんだよな。いくら999使ってドローンを動かすと俺たのどっかからアイテムを見つけてきてくれよ。え、起動してみよう。あー、目が光った。おーおー、武吉ドローンや。どんなもの持ってきてくれんだろう。あ、明日なの届くの。ちょっと待って、これ今日動画あげようと思ってたのに。